第一章医学における科学とは第一節科学的に考えることは重要ではあるが科学の限界をよく心得ておくべきである最近の科学技術の進歩に幻惑され現代科学とは素晴らしいものであると無批判に信じてしまうことは大きな間違いです科学をよくよく突き詰めて勉強してみると 科学ででは解明できない現代科学では目に見えて長さや重さが測定できる物質や目に見えなくても何らかの測定器具を用いて数量的に表現できる現象時間音波電気時期などしか扱うことができません生命現象などは科学的に十分に解明されていない面が多くあり 科学的な手法のみででで生命現象が解明できるかさえ疑問です東洋医学の気や心霊現象などは科学的に証明されていないから存在しないと考えるのは正しい科学的な態度ではありません現代科学の方法論では今のところ扱えない現象であるとする態度がむしろ科学的であると言えます他にも 美しいか醜いかの芸術的判断善か悪かの道徳的判断など科学的な方法論で判断することができない分野は多くあります結論を言えば医学という学問の立場からは科学的な考え方は重要ですが病気を実際に治療する医療という立場からは科学的手法は医療の方法論の一つであり 科学的方法論のみにとらわれる必要はありません。